スターズ、投手崩壊。なんで投手の補強しなかったのこの球団。野球は投手なんで。早く今年再開にしてくれや、もう三浦野球見たくないんで。ヤクルトが普通に弱いから再開は無理や。横浜ファンとフロントはずっと暗黒なの理解してなさそう。この2、30年で5割超えたの何回か優勝したの何回か考えないと。ホームランマシーンが来日したでな。ウェンデル剣抜けたのは痛いよな。バウアー早く来てくれ。打ち勝つしかねえ。なんか広島戦になるとやらかし多いよな。バウアーを世界で最も必要としてるチーム。ヤクルトファンと横浜ファンもどちらもあそこがいるから再開はねえわって言ってるの笑える。何気にドラ1即戦力先発いかなかったのやらかしてるな。得点力も打線終わってる阪神と同等という何の強みもないチーム。旗から見てる分には面白いチーム。バウアー今永抜けて投手陣崩壊戦法がおかしい。広島は守りと走りがあるからエラーは致命傷になりがちや。去年と違ってバウアーは吹っ切れてるからもっと遠慮なく味方に吠えまくると思うで。バウアーが内野手無視してピッチャーゴロ追いかけた挙句、腰壊して登録抹消というお笑いムーブはまだ覚えてるわ。タンダばっかのひょろがり打線なんだよな。嫌いなチームではないけど、正直運が良くてもいいだろうな。